皆さんこんにちは。先日健康診断行ったらですね、女性のお医者さんにズボンとパンツ脱いでって言われて、えってなったヨシです。いや、恥ずかしかったですね。あれ、女性の方だったんで。しかも、はい、ということで幻想水滸伝のティアクライスやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで竜が入れ墨状態になったんで、まあなんか新たな長みたいになったのかなっていうところから今回は始まっていきます。お、クロデギルドさん、なんで外に、何、こちらの方々が竜殿に話があるらしいのだがな。うわ、なんかすげえ怖そう。怒ってる。あ、この人もだ。あらら、皆さんお揃いで。我々はお前を新たな王様などとは認めん。一族の掟を破り勝手に外へ逃げ出した者に王様の資格などない。そうだそうだ。あ、うん、別にいいよ。俺も認めてもらおうなんて思ってねえし。な、なんだと。すぐ出てっからみんな気にしねえでくれ。な、なんて無責任だ。おさの証まで受けておきながらそんな勝手が許されると思ってるのか。おさとは認めねえって言ったのあんたらじゃん。確かに。あー、おさいなくてもね、こんな中に閉じこもってるなら大丈夫でしょうっていう。この許可ほっといたらとんでもねえことになるって。うん、ばあさんだってきっとそれを望んでいる。ラオクアン様を都合の家に持ち出すな。お前のせいではないかと。ん、おい、ちょっと待て、今のは聞き捨てならねえぞ。ふん、事実だろ。その通りだ。お前、お、それは否定できない。空見ろ。ああ、確かに。そうだよね。バレるってことを承知でね、助けたんだもんね。なんと心得てるのだ。な、なに？お、まさか、ロータウがついてくるのか。え、あんた、正気か。当然だ。どうして？もう、なかなか、見る目がある男ですね。認めん、私は認めんぞ。だから認めなくていいって。じゃあ行こうか、ロータウン。了解した。ま、待て、話はまだ。あ、うん、そうだな、その時は歓迎するぞ。びっくり。お、やった。とりあえず集落出るのかな。誰もついてこねえ。そんなことはない。お、誰かついてきたのか。お、女の子、私も行きます。入れ墨付きの女の子。あ、あんた、レンリーン、俺がオサだからか。いいえ、あなたが誘ってくれたから。それはずっと昔の話だろう。マジか。そこ何ニヤニヤしてんだよ。なかなかやるな、リュウも。ああね、あの時はね、お世話するって役目があったからいけなかったけど、今回はいけると。なかなかリュウも隅に置けない男ですね。こんな可愛い子ちゃんを。確かに。お、レン・リーンが仲間となった。よし、ということで森来たね。おいしょ。お、出た。おお、やっと森から出たぞ。ここはナイネニスから少し北にあたるプラモンの北西だよ。へえ、そんなとこだったのか。そうだね、急いで戻んないと。ということでファラモンに急いで戻ろう。えい、アストラシア王国の都。あら、あれ、ヨッシー、こんなとこに何してんですか。
話すと長くなる、話すととてつもない長さになるからね。あら間に合わない。よし、どの急ぐぞ。無理やん、無理やん、あっつっても、こい、移動するまで12日かかるやん。ね、これ、どういう設定なん、これ。明日って言ってんのに12日かかってるよ。すいません、遅れました。うん。しかし、お待ちを。うん。お、グントラム。お、ただいま。心配をかけた。うん、他の人はどうなったの？いないって。そこ、やっぱそこ気になるよね。うん。あれ、ヨッシー城に。ここじゃないんだ。消されたあの時。うんうん。そう。ヨッシー城の扉と繋いでくださいまして。うわ、マジか、そういうことできんだ。はあ、便利だね。じゃあ、ヨッシー城からもうすぐパッて来れるわけだね。うんうん。おお。そうだね、戻ろっか。フレデ・グンド様はすっかり飛び乱してしまわれて大変でした。そうか、世話をかけた。うん。最後にもう一つ。しょ。ああああ。捕らえちゃったもんね。でも三つ。まあ、そいつはいつか取り返す。今、ヨシ城に戻ろう。あいつら持ってるか、待ってるからな。どうも皆さん。よし。お。あ、あんた一体どこ行ってたの？ヨウマリカ。ヨウじゃない。どれだけ心配したと思ってんの？お姉様。この声は。お姉様、お姉様、お姉様、ご無事だったのですね。もうすごい、もうお姉さん大好きっ子だね。すまなかったな。お姉様も私置いてどこかに行ったりしないでください、お願いですから。まあまあ今回のは仕方ないよね。行きたくてね、飛ばされたわけじゃないからね今回は。あんたどうしたの、その趣味の悪い模様。一生言われるのかな。うん。おお、さすがジェイル。おう、そうだった、いつもの取り手だね。ということで、いつものところに向かいましょう。いやいや、よくご無事で戻ってきたものよ。アスワドさんも心配してたんだね。感動しました。俺たちがいない間に教会が押し返してきたって心配してたんだ。なに、その時はその時、お前たちが戻る前何としても持ちこたえたおったわ。おお、さすがダイアールさん。アスワドさんも、わあ、みんなありがたい。リュウがそんなになって帰ってくるとは思いませんでしたね。俺が一番びっくりしているよ。二人しかついてこなかったけどな。おお、ってことなんでよろしく。お茶もよろしく頼む。うん、いろいろ教えてもらった。そうだね、ファラモン守らないと。あ、今すぐ行こう。ここが来た。わ、なんだって？本気だね。うんうん。
よし、これでいこう。よし、行くぞみんな。おお、来た来た、教会の兵隊がゾロゾロと。北西から来る敵は他のみんなが食い止めてくれる。ヨッシーは北東に回ってくれ。任せとけ。さて、そしたらどうすんだ、進んでいくのか。うわ、リジットフォーク部隊だ。お、出やがったな、デカブツ。行くぜ。いや、なかなか竜がね、強いね。うわ、やば。やったー、よーし、いい感じで。バズロフのおっさんの手下なんだろうな。あのおっさんどこだ。あ、ナルシスト、む、貴様はヤズレイ。そうだね、こちらも同じ。あなたは教会に戻るべきだな。バカにするな。黙りなさい。うん、お、強いね。く、愚かな、愚かなのは貴様だ。あの目で語るがいい。お前は私の手で撃つ。因縁の対決ってやつか。よーし、ざっとこんなものだ。くっ、バカな、一つの道の人たる我らが三度も続けて破れるなど。ここはお下がりください。お、おのれ、またしても逃げるか。まあ、待て。もういい。お姉様。うん、深追いは危ないね。うむ、守るが今回の目的だから。はい、仲いい姉妹ですね、本当に。一方の主人公、どこだどこだ。お、出た、バズロフのおっさん、見つけたぞおっさん。何、よし行こう。へ、何びっくりしてんだよ。そうか、いたのか。やる気が出たわけだな。こっちもあんたが狂ってんで張り切ってんだ。今度こそぶっ倒していくぞ。ということで因縁の対決だ。
パズロフのおっさんを倒した。やっぱ強いな、おっさん。腕を上げておるとは。敵にしておくのは実に惜しい。これはこっちのセリフだ。おっさんほどの男はなんで教会なんかに入ってんだよ。お、語ってくれんのか。要はあるがままにあるべきだと考えているんだ。うん、なんだそれには分からねえ。お前らラザの砦で帝国軍を地震に巻き込んだよな。あれもあるがままだってのか。うん、痛いところをつくと言ってみたところで言い逃れにしか消えんだろうな。ワスロフ下がれ。お、女レスノン確か。ああ。ふん、あの若造やはり持ちこたえられんか。よしよ、残念だが勝負預ける。待て、おっさん、話は終わってねえぞ。少年よ、ラザの砦のことだがな、作戦の全容が知らされてなかったの本当だ。え、よせ、レスノン引くぞ。わかった。おっさん、まあ無事に守ったってことだね。ヒロ、教会のやつら尻尾を巻いて逃げていくぞ。守ってくれたのね。フレデグンド様もご一緒じゃ。ヨシもすごいぞ。まあね、マズロフ将軍追い返したんだってよ。お、フレデグンド様株価が上がってる。お姉様とヨッシーが帰ってきてくださったおかげですわ。え、俺は、あ、ごめんなさい。もちろんリュウ殿にも感謝していると思う。そうだね、リュウ殿の知恵は必要だね。作戦考えたりしてくれるから。うん、ということであっという間に戻る前に。そうですか、彼は戻ってきて早々大活躍ですね。申し訳ありません、私の力が封じられるとは。いえ、それはいいのです。スクライブの偽書にそんな力があるなど私も知らなかったことですからね。しかし、ここのところ帝国軍もかなり勢いを盛り返してきています。この上彼らも同時に相手にするのは厳しいのではないかと。そうですね、第9の偽書はもう使ってしまいましたし。え、残った偽書を再利用してみますか。まさか、あれは危険すぎます。おやめください。安心してください、あなたには使いません。私のソフィアにもね。けれど名誉挽回の機会を欲しがっている者もいるでしょう。それにリルク君にもそろそろ出番をあげるべきだと思うのですよ。そんな、何の話だ一体。気になるにはさっきの話。はい、というところで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さようなら。